さあ、ではまず大基本の前者後者をちょっとねお話していこうかなと思います。世の中にはマルチに能力を発揮して、で視野が広くて、でまあまあ言えば器用でしっかりしてて、割とまあなんとなく敏感な人がいます。もう一つ、世の中には割とゆっくりペースでマイペースで集中、その代わり集中力がすごくて、周りが見えなくなる、視野が狭くて、いい意味で鈍感で、ドンってどんな字？金変化。そして頭が真っ白になる。真っ白もしくは真っ黒、もしくはシャッターが降りる、もしくはシャットダウンする、で意識がどこか行く、意識飛ぶ。その代わり何かさせたらすごい集中するわけよ。で僕らは、でそういう人のことをね、まあこういう、前者はこういう特徴がありまして、後者はこういう特徴があるって言ってたら、そのまま前者後者という名前になっちゃっただけなんですけど、で僕は前者なんですよ。で前者っていうのは割と頭の中で同時進行でいろんなことがざーっと作業できる人なんですよね。だからパソコンで言ったらいっぱいウィンドウを開いて、それを同時にこう閉じたり開いたりしながらこう作業してくるんですけど、この人たちは一個しか開かれへんのね。だからこっちからしたら、なんでこうしてこうしてああしたらこうなるの分かってるから、なんでこうしてこうしてこうしたらこうできるやんかって言ったら、こっちでもう通信止まってるから、ピーヒロロカークククククこっち Wi-Fi ええの積んでるから、もうパーひパー通信するんだけど、こっちはもうね、ピーヒョロガーガーで、そのままこうフリーズすることが、自分は真っ白族怖いよもう一回、自分は真っ白族こんなにいるんや、ありがとうございます。ちょっと僕と同じ真っ白にならない族。あ、やっぱこっちは少ないね。頑張ろうな、その僕たち真っ白にならない族は、真っ白になる族の世話をするのが一つの役割です。で僕たちは真っ白にならない族は、真っ白族を世話することで自分の能力が開いていくわけ、開花していくわけね。でかつ真っ白にならない族、我々は前者はこのね、限られた今までの知識と経験の中でしか物事を判断できないし、解決もできないわけ。ところがこの真っ白族は、この僕らが持ってる解決策の全く違う世界を持ってるから、僕らから見たら、そんなやり方でうまくいくはず、うまくいくの、なんかこっちが一生懸命なんか解決してたら、じゃあこうしたらいいじゃんとか、そんなもんでできるはずだ、できた、なんでできたん、なんでできたって、できたからみたいな。だから、この人、まあ白族はこの我々の常識を壊してくれる。だからこっちの人たちもやっぱり自由で生きてるのよね。なのに世の中は、学校教育は前者になりましょう教育なわけよね。ちゃんとしましょう、しっかりしましょう、何でもできるようになりましょうという。そしたらこのゆっくりマイペース、集中力がなくて、集中してしまって周りが見えなくなって鈍感で真っ白になる人たちが、こっちを目指すともう地獄の苦しみになるわけよ。前者は後者っぽくなれても後者にはなれない。あの集中力もできないし、この解決方法は思いさえ浮かばない。で後者も一生懸命
やったら一生懸命死ぬ思いでやったらいけるけれども、そのうちブレーカー落ちるわけやから、だからね、前者は後者になれないし、後者も前者になれない、無理です。酒飲めない人は飲めるようにはなりません。酒が好きな人は酒が嫌いにはなれません。諦めてください。次基本ネガティブな人と基本ポジティブな人。基本ネガティブな人は火のないところに煙を立てるわけ。あの人私のこと今無視した。いや無視してへんね、あの人向こう向いてただけやね。でも他人の言動を全て悪い方に取るね。で、あの人ねどうせねとかで、ね、すぐに、ね、嫌味言うね。悪意の塊の人で、そうかと思ったらほんまに天使のような生き物がいて、 何を起ころうが何をしようがいつもニコニコ笑ってて、でそれは無理してニコニコ笑ってるんじゃなくて本当に腹が立ってないニコニコ族がおるわけ。会社と家の往復やな。はい、会社と家の往復やな。はい、男いないやんな。男切らさへんやんな。何が違うのっていう話やんか。だいたいそのね、男切らしっぱなし族は出会いがないとか言うんやけど、で僕もそうなんやけど、出会いがないっていうのが意味分かれへんわけやんか。でそういう人いろいろ聞いていたらね、もうさらに面白いことが分かってきて、自分を変えるって素晴らしい、自分になることではなく、自分が本当は素晴らしい人であると知って、そんな素晴らしい私にふさわしいものは何かと、何を始めて何をやめるのか考えてみること。人の言うことばかり聞いていたら、自分のことがわからなくなって、誰かに決めてもらうばかりの誰かの人生、誰かみたいになりたくて自分を見失い、誰かみたいになるまいと自分を作りながら、誰かって誰だ、自分って誰だ、見つけられないまま生きてきた。あなたが生まれてくれて、私と出会ってくれた、お祝いさせておめでとう、大切なあなたへ。あなたが生まれてくれて、私と出会ってくれた、お祝いさせておめでとう、大切なあなたへ。認められるためじゃなく、自分が笑えばそれでいい、誰かに罰をつけられたけど自分の価値は変わらない、独身だけど OK、バツイチだけど OK、 子供できなくて OK、 いつも病気でも OK、 いじめられても OK、 浮気されても OK、 離婚の危機でも OK、 冷たくされてもギリ OK、 そんな自分に